2015年ギリシャ国民投票は2015年7月5日国際再建団によるギリシャへの金融支援の条件をめぐって実施された国民投票である。反対61.31%、賛成38.69%の大差で歳出削減策を伴う金融支援案の受け入れを拒否する民意が示された。緊縮策受け入れ反対のプラカードを掲げる。 デモ参加者。ギリシャ議会議事堂前、2015年6月29日、投票用紙。記入欄の大キしは、い,いえ、NAI は、はい。6月25日、ユーロ県財務省会合において、欧州委員会、欧州中央銀行、国際通貨基金の3社が、ギリシャ財政の改革案を提示した。6月26日、ギリシャの首相、アレクシス・シプラスは、 国際再建団が提示した再出削減策を拒否し、最新の支援条件をめぐって7月5日に国民投票を実施すると表明した。6月28日未明、定数300人のギリシャ議会で採決の結果、賛成178、反対120で国民投票実施が決まった。6月29日、ギリシャ政府は 国際再建団の要求の受け入れについて、農家、イエス家で端的に問う内容の国民投票の質問文案を公表した。投票できるのは、ギリシャ国内在住の18歳以上の有権者800万人余りで、投票率40%以上で成立し、賛成、反対いずれか1票でも上回った方が、投票結果となるとされた。ギリシャにおける、 国民投票は、1920年、1924年、1935年、1946年、1968年、1973年、1974年にも実施された。直近では、1974年12月8日、立憲君主制を廃止し、大統領共和制へ移行する案について、約70%の有権者が賛成票を投じた。 ありがとうございます。